朝ごはん作ってもらっています。おはようございます。完成しました。ありがとう。はい、ホストが今起きたので今からは大きい声が出せます一応予定としては町中4キロ先ぐらいにあるバザール周辺の観光地が5、6個あるので、そこを、まあ、歩きながら巡るっていう感じです。あと10分ぐらいしたら出たいかな。今日もよろしくお願いします。お願いします。出発しました。今日も薄手のダウンがないと寒いくらいです。さすがに長袖長ズボン。やばいね。どうする？今後これだと足りないかもね。足りないね。そろそろヒートテックとかもっと寒くなったら必要そう。でもね、天気が良くてすごいね、気持ちいいです。歩いてると大都会。まで向かいます。名倉さん、かわいい充電できる。シルクロードかな、これ。かわいい。こちらのバスで来ました。カード決済すれば1人100テンゲ。現金で払うと200テンゲ。100テンゲが32円。安い、ね、安い。30円か。マスク到着しました。光り輝いてます。裏側もこんな感じで水色と黄色のデザインで綺麗です。中に入ってみようと思います。あ、お家がある、お家がある。あれ、入れない、もしかして。入り口は閉まっています。ここじゃないのかもしれないけど。綺麗だね。綺麗だね。青ベースで、カザフスタンの伝統的なお家です。今日は閉まってるみたいです。モスクの入り口側は見つけたんですけど、ちょうどちょっとお祈りの時間だったみたいで、人の数も多いし、まあお祈りをするわけじゃないので、俺たちはちょっと時間をずらしてこの間を待ってるって感じです。こちらのマッチ売りの少女の女の子は、あ、やっぱ怒ってる男女で入り口が分かれてました。ここかな。まず靴を脱ぎます。こちら男性側のお祈りの場所です。綺麗。続いてはグリーンバザールに行きます。知ってんじゃねえか。いた。はい、ちょっと逆光気味ですが、こちらがセントラルバザールです。まあ建物内なんだね。もっと青空いつかと思ってた。行きます。今日暑いな。こっちがグリーンバザールみたいでした。野菜とかお洋服とか売ってるのかな。いいね。あ、おいしそう。ニンニクも大きい。あ、ニンニク買ってったら。すごい。あ、靴下いいな。靴下泣いちゃったから。閉まってんじゃね、今日。あ、今日も閉まってるんだ。本当だ本当だ。これしかない、ちっちゃい。
お腹が空いたのでシャルマを頼みました。これで1本分だったんですけど、2人分に分けてくれました。550円ぐらい。550円。はい、召し上がれ。うん、これうまい。マヨネーズがある。ポテト入ってる。うん、面白い。はい、美味しいよね。店内はこんな感じ。はい、お店はここでした。なんで入ったかというと、バザールの真横だったからです。美味しかったよ。美味しかったね。ただバザールームがなくて今日も閉まってました。いい匂いする。はい、グリーンバザールの目の前にあるここが、チョコレート工場なのかな。で、アスタナの時にアイダナとかアイーシャっていう女の子が、ここのチョコはキットカットより美味しいよって言ってて、ももかがどうしても食べたいっていうところなので、今から入って食べたいと思います。匂いがいいよ。違うだろ、何の匂いで。壁の一部にはロッテもありました。壁もチョコレート。よし、探そうと。はあ、いい匂い。コアラのマーチがたくさんありました。こんな感じでチョコレートを多分量り売りで好きなの買えるんじゃないでしょうか。ちょっと思ったよりちっちゃかったよ。もう少し綺麗めかと。かわいいですね。多分全部同じチョコなんだろうけど、かわいい、ね、この個包装されてる柄が全部かわいい。チョコを買ったそうです。おめでとうございます。美味しいといいね。お釣りでもらった御殿儀がピカピカだって言って、それの方が嬉しそう。180円くらいだそうです。チョコを買いました。はい、開封式を取るそうです。どうぞ。ジャガ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 ジャン。いや、そうだろ、普通のチョコだろ。はい、髪は大事に取っとかないと。いい、これも止めるよ。めっちゃ大事にしないじゃん。はい、どうぞ。分かったよ。分かった。いただきます。はい、うん、思ってたのと違うな。日本のチョコに近い。あ、そう。アメリカのチョコとかのなんか癖がある感じじゃなくて、普通になんかガーナ。だってロッテだもん。ロッテってこと？うん、だってコアラの街も売ってたじゃん。この会社がロッテなの、ね、ロッテに買収されたんだろ。美味しい。はい、チョコは多分、まあ、日本で食べてるようなチョコと全く一緒だったんですけど、まあ美味しかったね。気持ちが幸せになっていました。以上。多分7ヶ月ぶりくらいに板チョコを食べました。はい、気持ちはどうでしたか。すごい美味しかったけど、もしかしたらロッテの板チョコかもしれないって思ったら悲しくなってきました。まあ普通の味だね。いや、普通が美味しいのよ。はいはい、公園に着きました。後編歩きます。さっきの板チョコはもう2人で一気に食べきっちゃいました。まあ美味しかったね、本当に。うん、メイドインカザフスタンと書いてあったので、桃花はちょっとうれしくなったそうです。まあね、せっかくならね、日本に食べれないチョコ食べたいもんね。はい、はい、公園の中心部に行きました。結構中央アジアあるあるというか、鳩がもう、鳩にみんな餌を与えるから、もうすごい、あの女の子とか鳩持ってるぞ。
いと思わないのかな。すごいね。すごいシャボン玉。そして目的地だったここの教会にたどり着きました。綺麗。これもなんか多分チョコのパッケージみたいになってるような気がするな。正面はこちら側でした。キラキラ輝いてます。中入ってみます。はい、教会でした。教会も、男性は帽子を脱ぐように、女性は逆に頭を隠すようにって言われたね。ちょっと俺知らなかったね、俺らは、うん、初めてそうなんだって、ね、中は、まあ、映像通り金ピカで知った。以上。読むっていう意味みたいです。これが図書館。とりあえずここがおすすめされた通りです。ホコ天だね。うん、道が大きい。うん、不思議なものを見つけたので。何払うの？動かないそうです。あ、動くじゃん、頑張れ。お。おお。コツが必要なんじゃない？あ、いいよ。こちらは絵を販売している通りでした。カザフスタンのことから自然豊かで綺麗です。なんかこのアパート有名なはずです。昨日の本にあったから。でもわかんない。ここの通り好き？あ、瞑想あるじゃん、ミニソー。あ、なんか嬉しそうなんだ。この建物の中にいました。ただ、なんだろう、携帯電話会社みたいなのが、携帯電話を売ってるお店がいっぱいあっただけで、あんまし面白くなかったので撮影しませんでした。あんな感じで建物の壁にたまに結構大きな綺麗な絵があるのがすごい気に入ってます。でも一番はこの、そう、ハイアットが作ってるマンションすごい高そうで気になるよね。馬バーガーがあるレストランに来ました。ホストが前受け入れていた1個前のゲストかな、はい、見つけたレストランだそうです。こんな感じで英語のメニューもあります。まずお茶を頼みました。1杯70円くらい合ってますでしょうか。70円くらいだです。このお店はよく知りませんが、ちょっとカザフスタン料理とかを取り扱いつつ現代っぽいファストフード店に入るのかな、一応感じでした。美味しい？よかった。100点。嬉しそうだね。美味しい。どう？美味しい。はい、そろそろ清掃して帰ります。だいぶ人混んできたね。だいぶ暗くなってしまいましたが、お店はここでした。外観より中がものすごく広い感じです。それでは帰ります。4キロ歩くべ。あ、お腹痛くなってきた。トイレ行ったら？いや、もう痩せ込んでるもん。こちら、ナショナルバンクオブカザフスタンです。なんかすごい元気。あー、わかった。夜の街並みです。相変わらず歩道が広いので歩きやすい。新しい街なのでどこでも綺麗です。仙台みたい。仙台みたい。
はい、こちら超でかい建物、カザフブリティッシュテクニカルユニバーシティって書いてありました。すごいね、なんか銀行かと、これこそ銀行かと思った。ここリンゴの形しているアーチ発見しました。ハルマトイは昔リンゴ農園がたくさんあったみたいで、リンゴの町だそうです。気がつけばいろんなところにリンゴのモニュメントとかあったなって感じです。です。はい、リンゴに隠れたモモカ、どうしたの？写真撮ってあげようか。公園ジムを発見しました。筋トレはしたいと言いつつもできていません。頑張れ。夜だから誰もいないからって好き放題遊んでる人。こちらがアルマトイのオペラハウスです。正直昨日のまあコンサートも良かったけど、オペラというかね、演劇みたいのを見れば良かったかなって、そっちの方が好きだっただろうね。野外卓球場を見つけました。ラケットとボールは自分で持ってこなきゃいけないみたいです。こっちはフットサルもやっています。いいな。はい、こういうティーポットで下から食べるティー。Ah, okay, very tea. Yeah, and, yeah, you know, so that's why. Yeah. You're a man of the year. No, not yet. Why? We won't, but we, our subscriber is not. すごい素敵なレストランでした。ごちそうしてもらっちゃいました。Thank you.今は編集作業中ですかね。音取ったりとかそういうのしてくれたみたいです。俺はこの後のタシケントのカウサーフィンのホストと連絡取ったりしたんですけど、ちょっとうまく見つからなくて、どうしたものかね、ちょっと困ってます。はい、今夜もお疲れ様でした。明日も素敵な一日になるといいね。ということで、おやすみなさい。おはようございます。おやすみなさい。